サマンガーン州はアフガニスタン北部の州である。面積は13,438平方キロメートル。総人口は約37万人。人口密度は27人平方キロである。州都はアイバク。サマンガン県やサマンガン州とも、日本の福島県とほぼ同じ広さの州である。四方を山脈に囲まれ、中山間地と高山が8割を占める。 州の南北をこう描くように古む川が流れており、北部は複雑な形の盆地になっている。盆地には州と相クがあり、アジアハイワへ76号線が走っている。アフガニスタンの仏教も参照、クシャーナ朝のうか一世紀頃のサマンガーン州はクシャーナ朝の領域だった。クシャーナ朝には表面に、 想定ルメガスと刻まれたどうかがあったが、発行した王の名は長いことわからなかった。1993年にサマンガーン州のラバータク村で2世紀頃のカニシカ一世が残したラバータク碑文が発見され、無名王の名がビマタクトであることがわかった。クシャーナ朝は仏教国としても知られているが、1世紀から6世紀頃のサマンガーン州の人々も仏教を信仰しており、 現在でもタフティルスタムと呼ばれる仏教遺跡が残っている。これは岩を掘って作った創院付きの仏塔でバーミアーンやジャラーラーバード、ガズニーなどにある仏教遺跡と並ぶアフガニスタンでも最大級のものである。サマンガーンという名は11世紀のシャーナーメにも登場する。シャーナーメはイランがイスラム化する前の神話や伝説を集めた歴史書で主人公の一人。 ロスタムは、サマンガーンの王女、タフミーネと結婚したという。スイースターンの王であるロスタムは、サカ人、タフミーネは、トゥーラーン人だったという説がある。なおこの地域一帯は、9から10世紀は、サーマーン朝の領域だった。1845年、ドーストムハンマドハーンは、アフガニスタン北部に軍を進めた。その頃のアフガニスタン北部の町は、 ウズベク人のアミールたちが支配しており、州とアイバクもその一つだった。サマンガーン州は1958年から1964年頃に独立した州になった。1982年から1988年頃に北部をバルフ州に割譲し、ホルム市などが移管した。1988年4月、一部をサーレポル州に割譲した。 2004年10月、第1回の大統領選挙が実施され、サマンガーン州では、ユーヌスカーヌーニーが最多得票を得た。2009年8月には、第2回の大統領選挙が実施され、サマンガーン州では、アブドラ・アブドラ元外相が接戦を制して、最多得票を得た。2012年6月、州とアイーバクで自爆テロが起き、 アフマドカーンサマンガニ会議員が殺害された。サマンガニ会議員が狙われたのは、これが2回目で、2007年5月にも暗殺未遂事件が起きている。2012年12月、イサフ軍はサマンガーン州の治安権限をアフガニスタン軍に移譲した。2014年4月、第3回の大統領選挙が実施され、サマンガーン州では、 アブドラアブドラ元外相が最多得票を得た。サマンガーン州の軍一四六軍を擁する。EN、エイバックディストリクト州と、アイ、e、バックダラソフバンダダラソフパヤン EN、フェローズニコーシュはディストリクト EN、ヘイズラティサルタンディストリクト EN、クロムは、サーバディストリクト EN、ルーヨドゥアブディストリクト州とアイバックは、約10万人である。サマンガーン州の農業は、 家計収入の3分の1程度だが、特にアーモンドやザクロの生産量は全国的に見ても多い。また小麦の生産量も比較的上位にあり、農業収入を増やすためにピスタチオの森の再生も行っている。サマンガーン州の多数派はウズベク人とタジク人だと言われている。その他にはパシュトゥーン人、ハザーラ人、アラブ人、タタール人が続く。 サマンガーン州の主要言語はダリー語であり、ウズベク語話者が続く。識字率は23%である。ありがとうございます。